我々百貨店業界といたしまして、こういったオムニチャンネルの取り組みとか、マーケティングの中で新たなデジタル手法というものを、どのように取り入れることができるかといったものを、情報収集、そして我々の、協業者といったものを、探す一つの、道になるんじゃないかなと思いまして、参加いたしました。CMO アジアの方に、以前ちょっと参加をさせていただいて、非常に、ためになるお話とかも多かったので、今回、ジャパンの方も、追加で参加をさせていただいたという形になっております。ちょうど、マーケティングに関する課題を持っているところにちょうど、ご案内をいただいたんで、いいタイミングで参加させていただきました。良品計画、無印良品の場合は、結構グローバルにも出ていかなきゃ、出ていってるような企業になっておりますので、ジャパンは、もちろんなんですけれども、海外のですね、主にも適用できるサービスなんかのご提案も受けることができまして、非常に満足をしております。ミーティングでもありましたけれども、日本のマーケティングと海外のマーケティングの違いですとか、あるいはそのエモーショナルなところの、これからのマーケティングのお話だったりだとかっていう部分に関しては、非常に参考になりましたし、無印らしいマーケティングのところに、生かしていきたいなというふうに思っております。こちらから、どちらとお話しするかっていうのを事前に、登録しているんで、割と、我々の課題に即したお話ができたので、こう、変にこう、押し売り的なものではなくて、我々の課題に対するソリューションみたいな形でこうお話聞けたんで、結構 こちらから積極的にお話ができるというのでは非常に良かったミーティングですね。本当にこのワントゥワンミーティングで入られている各、企業の方も、一つのカテゴリーになりますとかマーケットというものをしっかりと、深掘りされている方が非常に参加されてますので、私たちの、抱えている悩みでありますとか、やっていこうとする展望といったものに対して、非常にためになる示唆というものを、頂戴できるミーティングだというふうに感じています。そうですね、今までこう会社の中で、頭を巡らして考えているだけではなくて、実際に悩んでいることをこう自ら声に出して発して、それに対していろいろと、それを対応策が そこにあるということを知ったことで、ますますこういう場に出てきて、自分の、課題を解決したくなるなというふうに思いましたね。そうですね、やはり同じ立場で同じような悩み課題を持っている方たちと意見交換できるというのでは、非常にいい場所だと思うので、ぜひぜひ皆さんここに参加していただいて、同じく情報共有しながらお互いに課題解決できたらなと思います。はい、CMO アジアも含めてちょっと参加をさせていただいたんですけれども、非常にレベルの高い、いろんなディスカッションですとか、あるいは、ご提案なんかを受けることができて非常に満足しております。そうですね、本当に、これまでなんとなく頭の中にあったような、これからどんなことをしなくてはいけないのかなとか、これから先にどんなチャンスがあるのかなといったようなことを、それに対してもこのサミットを通じて本当にいろんな今アイデアが頭の中に浮かんできているという状況ですので、それを次はどう実現していくかといったものに、明日からまた邁進していきたいなというふうに考えております。